マルチクラウド環境で IAC、インフラストラクチャーズコードを実現するにはどうすればよいのか、ハッシュコープ、テラフォームでインフラ管理のコストを最適化。町住キャストの船越です。東京エレクトロンデバイス株式会社の酒井さんです。東京エレクトロンデバイスの酒井と申します。よろしくお願いいたします。自動化ツールの中で利用が拡大してきているのが IAC、インフラストラクチャーアズコードです。IAC はインフラの構成をコード、プログラムのソースコードと同じように定義して、そのソースコードに基づきインフラを自動で構築するという考え方、概念です。そしてその IAC を実現するためのツールが登場、活用されています。IAC ツールを採用することで自動化を始めた様々な恩恵を受けられます。IAC が提供する各地として大きく4つピックアップしました。IAC を実現するツールとして現在デファクトスタンダードのポジションにいるのがハッシュコープ社が提供する IAC ツールテラフォームです。オープンソース版と商用版が提供されており、基本的な IAC の機能や自動化とそれに伴うメリットを享受するには無償で利用が可能です。テラフォームは IAC ツールのため先にご紹介した IAC のメリットを4つとも備えております。インフラを定義するコードは HCL、 ハッシュコープコンフィグレーションランゲージという独自言語を使っており、宣言型で記述していきます。多種多様なサービスやプラットフォームに対応していることで、一貫したワークフロードによる、自動化を支援していきます。テラフォームにおけるインフラの構築、プロビジョニングの流れです。作業者がコードを作成し、テラフォームで実行します。プランと適用はテラフォームのコアによる処理です。プランでは実際の構成変更を行う前の事前確認を行い、作業者にレビューを求めます。適用、アプライと言っていますが、アプライでは実際にインフラの構成変更を実行します。アプライでは作業者に実行承認を求め、承認されれば実際にインフラの構成変更を行います。次のステップに様々なロゴが並んでいますが、これらはテラフォームプロバイダー、連携するサードパーティーのサービスやシステムごとに追加していくプラグインです。このプロバイダーを追加することでプロビジョニングできるサービスやシステムを増やすことができます。このプロバイダーを用いてプロビジョニング先の実環境であるサービスやシステムにアクセスし、構成変更を行います。実際にテラフォームで記述するコードのサンプルです。テラフォームでは独自言語である HCL、ハッシュコープコンフィグレーションランゲージを使います。可読性が高く抽象度が高いため、非常に扱いやすい言語であると高い評価を得ています。記述方式は宣言型です。最終的なあるべき姿を HCL で指定していきます。宣言型では作成するリソースの先に作る、後に作るといった前後関係、作業順序といったものはコードを書く際に意識する必要はありません。その前後関係はツール側、テラフォーム側で吸収します。言い換えると、テラフォームが対応しているインフラに対してのみプロビジョニングが可能です。作業者への負担が少ないメリットがある分、対応範囲が限定的というデメリットがあります。宣言型ではない別の方式として、手続き型または命令型と呼ばれるあるべき姿に至るまでの順序をコードの中で指定していく手法があります。構成管理ツールのアンシブルなどがこの手続き型です。手続き型ではコードを記述する際に前後関係を厳密に定義する必要があり、一つ間違えれば処理が停止してしまうため、作業者への負担が重くなるデメリットがあります。その代わり、作業内容と順序を自由に定義できるため、あらゆる環境に対応できるメリットがあります。それぞれの特徴を踏まえ、手順が規定されているパブリッククラウドやプライベートクラウドのシステムに対してはテラフォームを使う、環境やものによって手順がバラバラになるものに対しては構成管理ツールであるアンシブルなどのを使うといったような使い分けを行っていくのが一般的です。そんなテラフォームの特徴的な機能、テラフォーム独自の価値として提供されている機能を4つピックアップしてご紹介します。デプロイメントとプロビジョニングのカバー範囲の広さに強みがあります。テラフォームにはフルマネージドの SaaS 形態とセルフマネージドのソフトウェア形態があります。オープンソースとして提供されているテラフォームはセルフマネージドのソフトウェアです。また組織や企業における実運用を支援する機能を追加した有償版テラフォームエンタープライズもソフトウェアとして提供されています。フルマネージドの SaaS 版はテラフォームクラウドとして提供されています。そしてそのプロビジョニングができる対象も非常に幅広いです。主要なパブリッククラウドに加え、それ以外の SaaS、PaaS などのパブリッククラウド、プライベートクラウド、セルフマネージドソリューションなどなど、多種多様なサービス、システムをサポートしております。これらがテラフォームの大きな特徴の一つであり、 IAC のデファクトスタンダードをたらしめている一つの強みになります。
テラフォームは幅広いシステム、サービスに対応していることから、マルチレイヤー、マルチクラウドに対しての一括プロビジョニングが可能です。実際のオペレーションでどこまでやるかという話はまた後ほどのスライドでお話をさせていただきますが、一つのツールを用いて純粋なインフラのプロビジョニングだけではなく、周囲を取り巻く一連のシステムとも連携して自動構成が可能です。テラフォームはプロビジョニングだけではなく、プロビジョニング後の運用までカバーする機能も提供しています。テラフォームにおけるプロビジョニングはステートフルな形で行われます。テラフォームは自身が何をどう変更したのかといった設定内容をステートファイルとして記録しており、これを利用してさらに一歩踏み込んだプロビジョニングした後の運用も支援する機能を提供しています。その一つがドリフトディテクション、ドリフトの検出を行う機能です。ここでいうドリフトとは、管理者が期待した構成と実際の環境の間にズレが生じた。具体的には IAC のコードに定義した内容とサービスやシステムで実際に動いている構成が一致せず、整合性がなくなってしまった状態を意味します。テラフォームではステートファイルを保持する性質上、テラフォームで行った設定をテラフォーム以外の方法で変更することをサポートしておりません。ドリフトディテクションでは定期的にサービスやシステムの状態とステートファイルと比較チェックして、差異が生じていれば通知する機能です。またそのドリフトディテクションから発生した機能がコンティニュアスバリデーション、継続的な状態の検証を行う機能です。テラフォームではインフラのプロビジョニングにあたり、前条件や後条件を指定することが可能です。例えばプロビジョニングの過程で指定するサーバー証明書の有効期限を確認して、有効期限内であれば実行する、期限切れであれば実行停止するといった処理ができます。コンティニュアスバリデーションではプロビジョニングの実行後にもこの指定条件が有効であるかを継続的に検証し、条件にマッチしなくなった場合通知を行うという機能を提供しています。先の例ではプロビジョニング実行時には有効期限内であったサーバー証明書が、その後の時間経過で期限切れになった場合にテラフォームから通知が行われます。コンティニュアスバリデーションは本ウェビナー配信時点でベータリリースとなっております。テラフォームではプロビジョニングの自動化を実現しますが、同時にプロビジョニングされるインフラの監査も自動化することが可能です。コードによるポリシー定義、ポリシーアズコードに対応しており、組織や企業が規定する各種レギュレーション、ポリシーをコードで定義し、プロビジョニングの実行前にポリシーチェックを自動実行することが可能です。組織や企業が規定する運用上の規定やセキュリティ上の規定があるかと思います。これらのチェックをツールを用いてシステマティックに行うことで、より確実に効率よく検証することが可能です。ポリシーアズコードによりガバナンスを効かせて適切な運用を支援することが可能です。ここまでテラフォームは IAC ツールであるため、インフラの構成はコードで定義するという前提でお話をしてきました。テラフォームではより一歩進んで、コードを記述するスキルがない人でもインフラの構成を定義してプロビジョニングができる機能、ノーコードプロビジョニングを提供しています。ノーコードプロビジョニングを行うと、ウェブコンソールから入力項目に値を指定するだけでインフラのプロビジョニングを実行できます。個々のサービスやシステムの GUI を使うのとは異なり、複数のシステムやサービスを横断して一つのコンソールでプロビジョニングできる点が大きなメリットになります。ノーコードプロビジョニングは本ウェビナー配信時点でベータリリースとなっております。ここからはテラフォームの具体的な利用方法を中心に、マルチクラウド環境でテラフォームの活用についてご紹介してまいります。今回のご紹介におけるユースケースでは、 AWS EC2 のインスタンス、 Azure VM の仮想マシン、プライベートクラウドのファイアウォールとロードバランサーを含め、一連のインフラのプロビジョニングをテラフォームで行うことをイメージしています。まずコードの記述について、コードはインフラごとに別のものを記述していくことになります。今回の例の中では、仮想マシンを作るという作業を AWS EC2 と Azure VM という異なる環境上で実行します。行為そのものは同じ仮想マシンの作成なのですが、実行する環境、 AWS なら AWS、 Azure なら Azure のそれぞれ固有の設定項目であったり、パラメーターの指定方法があったりします。そのためテラフォームのコードの中でも、それぞれの書き方にのっとって構成を定義していく必要があります。一つのコードを作って、それを AWS と Azure に共通して使いますという使い方ではないという点をご認識いただければと思います。ただし、共通で指定するパラメータ、例えばインスタンス名につけるプレフィックス、接頭語であったり、共通で付与するタグであったり、それらはバリアブルズ、変数として定義することで使い回すことが可能です。記述したコードをもとにインフラのプロビジョニングを進めていきます。
。プロビジョニングにあたり、そのディレクトリ構成、ワークスペース構成をどうしていくかという例です。テラフォームでは、一つのディレクトリ、ワークスペースの中に、インフラの構成を記述したコードのファイルを配置して、実行、ステートの管理を行います。なお、ディレクトリという表現と、ワークスペースという二つの表現が登場して、若干ややこしいことになっていますが、ディレクトリという表現は、オープンソース版のテラフォームにおける管理単位の名前。ワークスペースというのは、有償版のテラフォームエンタープライズと、SaaS 版であるテラフォームクラウドにおける管理体の名前となっています。指しているもの自体は同じなのですが、呼び方が異なっている点は紛らわしくて申し訳ないです。また、コードの管理に VCS を使う場合は、一つのリポジトリが一つのワークスペースに対応しています。話を戻しまして、ディレクトリワークスペースが管理単位となりますので、この中にどれだけのインフラの構成情報を含めるのか、どれだけを分割するのかというところが運用管理上重要になってきます。パターンの一つ目、すべての構成を全部ひとまとめにして、ディレクトリワークスペースに配置する方法です。こちらは小規模環境や検証用途では非常に効率的です。すべて一箇所にまとまっていますので、コードのチェックも依存関係の解消も簡単です。ですがデメリットとして、多くのインフラを一箇所で管理するため、ステートファイルが肥大化するデメリットがあります。インフラのプロビジョニングを実行する際は、ステートファイルの内容と実際のインフラの整合性のチェック、ステートファイルと実行するコードの差分のチェックを行います。ステートファイルが肥大化してしまうと、この事前チェックのプロセスが長時間にわたってしまう可能性があり、なかなか作業が完了しないという状況が生まれてしまいます。別のプロビジョニングプロセスが開始できなくなるなど、様々な不都合が生じます。またステートファイルは非常に重要なファイルであるため、もし肥大化したステートファイルが破損してしまうと、広範囲でテラフォームの運用に支障が出てしまいます。パフォーマンスの観点やリスク分散の観点で、ある程度の規模感ではディレクトリワークスペースを分割することを推奨しています。パターン2つ目、サービスやシステムごとに細かくディレクトリワークスペースを分割する方法です。ある程度の規模感における実用環境では割とよく採用されているパターンで、場合によってはさらに一つのサービスでも細かく分散させることもあります。パターン1のステートファイルの問題を解消しつつ、そもそもコードはサービスやシステムごとに書き方を変えないといけないため、物の違いに合わせて管理領域であったり VCS のリポジトリを分割するというのも理にかなっています。ところがこのパターンですと、各リソースの依存関係を解消するためにテラフォームのコード外でそれらを管理する必要があります。AWS と Azure 上に作成した仮想マシンの IP アドレスをファイアウォールやロードバランサーに登録するオペレーションを行おうとした場合に、作業の前後関係や情報の依存関係を正しく理解してプロビジョニングする必要があります。このパターン2では、外部の CI/CD ツール、ジェンキンスやサークル CI などのツールからジョブとしてテラフォームのプロビジョニングを実行することで対応していきます。管理単位の合理性、パフォーマンス、拡張性の観点で優れた管理方法ですが、追加で他のツールを交えることで進化を発揮するという点で若干難易度が上がる部分があります。パターンの3つ目、依存関係のあるセットごとにディレクトリワークスペースを分割する方法です。中規模であったり、ある程度変更の内容が定まっている場合に効率的な自動化ができる構成になります。パターン3では、パターン1のステートファイルに関する問題を解消できる可能性を持ちつつ、パターン2にある依存関係の解決のために別ツールを使う必要性も排除できるメリットがあります。ただし、あまりに依存関係を持つサービスやシステムが増えていくと、結局パターン1と同じステートファイルの肥大化を招きます。またセットを横断した依存関係を解消する必要が出てきてしまうと、結局パターン2と同じく他のツールのお世話になってしまい、さらにはパターン2ほど分かりやすい分割方法になっていないので、その後の運用が煩雑になってしまう可能性があります。そのため、特にロードマップをしっかり規定してから運用を開始するべきパターンになります。これら3つのパターンからご利用環境に最適な構成をご採用いただく形になります。本日ご紹介した内容が有益な情報となっていれば幸いです。